って言うんですかね。たくさん現場行ってますよね。そうですね、うん。その中でね、もっとも今まででめっちゃ楽しかったよと、すごい思い出残ってるよっていうことをちょっと教えてもらっていいですか。そうですね。でもまあさっきちょっとお話ししたんですけど、あの沖縄調考で、うん、まあ何回もあれから言ってるんですよ。一、はい、回目はまあちょっとチンかチ事件で終わったんですけど。 まあ2回目からはそのちゃんと向こうの人に教えてもらった船宿さんをチャーターして仲間を集めてもらって知り合いだけでみんなで行くとったのがあってその時もまあいろんな魚が釣れて沖縄らしい魚を釣らせてもらってもうこれが思ってた沖縄の釣りよみたいな感じやったんですよ。ななるほどいろんトロピカルね<エ>トロピカルでその時にに一緒に 乗っった一人がやっててその時そんな YouTube はやってなかったんでーん YouTube に自分ら出るみたいな<ー> <laughs> 感じやってな今なんか結構誰でもできるじゃないですかその時はもう全然もうコロナのずっと,ずっと前やし、うんね、テレビとかに映るような感覚で、はい、ーで YouTube 撮ってくれるんやってなって。 みんなのこの釣ってるワイワイした棚の別にどうか説明とかそんなんじゃなくて「はいうん、イェイ釣れたよ」みたいな楽しい感じのホームビデオみたいな感じを、えー、作ってくれて、はい、でそれがねちょうど8月のまあ今ぐらいの時期やったんですけど、うん、その1週間後ぐらいに私の誕生日やったんですよ。はい、ででで帰っっっててて誕生日ににううちんちでみんんみなでそのの釣った魚をを友達が食べに来てくれる 段取りしてたんでその日までに YouTube アップするねって言ってくれててほんでその誕生日の日に間に合うようにその動画を作ってくれてそれをの家のテレビで見ながらみんなでごその釣った魚を食べててそれがもうすっごい感動して写真とかもしか撮ったことなかったけど動画ってこんなに感動するんやって思って。 でそっから私 YouTube やりたいってなって、ほう、それがきっかけなんですね。そうなんですよ。で確かに楽しいですね。こんなん残したいと思ってで YouTube を始めたんですよ。はい。その時いろんな魚種が釣れました。はい。私はフェチ大きいスマガツオ釣ったのとあとはあの白鯛、はい。白鯛釣りましたか。白鰭、白鰭。はい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 。であとあのふええなんか、き系ね。ふえふき系。はい。

いやいやいやなんか意外な方からの今の現在なんですねそうですね、うん、結構本当に周りの友達からの影響っていうのが大きくって、うん、そのメーカーさんからのお声がけというか言うよりも、うん、そういう釣り仲間たちからのお誘いとか。いやだってあの何ですかそのレギュラー番組も何本かありますよね今。はい、スカパーというかあっちも行ってますよねテレ、はい、ビジョンもね。 そっちの方はどういった兼ね合いから入っていったんですかフィッシングショーやったかな。うん、かなんかで、うん、あのー、仲良くさせてもらってるウロコジグさんのブースにおって、うん、で休憩してる時にちょうどプロデューサーさんが声かけてくれて、うん、インスタ見てるよみたいな感じで ねなんかそんな興味ないみたいな言ってくれはってあの祭りできるんだったらみたいな感じではい祭りできるんだったらみたいな感じで始めたのがきっかけですね。あと関西でもな番組何本かありますよね。えっとねサンテレビの方のお仕事あのテレビの仕事は。 まずまあ本業をね、あの調理器具の営業にブンブンさんの方に紹介してもらってその釣り友達から「うん、こんな調理器具出してます」って「よかったら使ってみてください」って言って、うん、でその、まあ、本部長ね釣り具のブンブンの本部長にご挨拶させてもらって「いいね面白いね」って言ってくれて「うん、いいお取り扱いするよ」って言ってくれて。うんいい その代わりさうちの番組に出てくれないってやって、全然もういいですよ私で良ければみたいな感じで、ただそのいろんなね釣り屋さんとの付き合いもあるんで、その文文さんのアンバサダーっていうよりも、まあ普通のそのあのフリーの感じで良ければみたいな感じで、楽しく釣りをしてくれたらいいからって言ってくれて、なるほど、なので、ええ一応交換条件交換条件なんですかね、はい。 つらかった遠征遠征はねやっぱり離島とかに行くと魚はいっぱい釣れるんですけど過酷な宿とかねそういうのもありますから最近になったらね黒島の方に行ったんですけど鹿児島のねレッドモンスターをお願いに。 らしてもらったお宿が、はい、もうここしか空いてないっていうところに、泊まらせてもらったんですけど。うん、もう電球を、切れてるんですよ。うん、ああ、つら。もう、で。まあ、お風呂とかもちょっと離れたところにあってね。うん 水たまりみたいになか岩がバーってあってね、中には温泉みたいながあるんですけど、まあ、とりあえず暗くて何も見えないんですよね、ね、その女友達と二人でヘッドライトつけて。あ、そうそう、ヘッドライトで裸ですよ。で、そのお風呂場行きます。ここに水あるわ。シャ、シャワーないんで。ここだけね。あそこ、ここ、ここの水で洗えということやから。はい。 たりであのバケツで掛け合いしてでだってけどもうめっちゃぬるぬるなんですよその水もね塩めっちゃ浴びてるからもうそのままでやねられへんからもうとりあえず確かに確かに流そうって言ってさっぱりしましたいやなんかベッドブタしてました塩水よりマシやなって思ってでもうそれで風呂上がってでまた宿に戻って もう寝てる時とかもうカートの虫とかがすごくてあの蚊がいなくなるスプレー使ったことありますありますあれシュッてやってポタポタポタって落ちてきてもうその虫の中で寝ましたねいや寝てたんやでも目をつむったら何も見えなくなるから目をつぶろうって言って次の日にアパホテル泊まったんですけど天国や泊まった天国。 じゃ <laughs> あの釣りで辛いのはやっぱ環境ですね。環境ですね,ね。やっぱり泊まるって大事ですよね。その宿のことって一番僕らも大事にするんですよ。やっぱりそこで休息取れるとだいぶ違いますもんね。そんな、うん、過酷な環境を、うん、まあ、あ、経験してるから、うん、まあ。その分普通にホテルに泊まる、泊まれることがすごい幸せって思いました。そうでしょうね。うん、<laughs> はい、まあまあ辛い話はさておきながら、はい、思い出に残る魚。 この魚ってもうなかなか。うん、あのないんですけど、でもまあ。全く歯が立たんかった。マグロはやっぱり。は。どうしても自分一人で上げれんくて。で途中にマンショね、乗ってる。先輩に代わってもらったりとかして悔しかったですね。それどこでやったんですか。伊勢島島沖です。なるほど、なるほど。木肌。木肌。はい。 でまあ、そのてよくよくまあ去年か、うん、はキャスティングでまた島の方行って、はい、一応その時はキャスティングで一人であげれたんですけどでもまあやっぱりなんやろうなあの思い通りにはかっこいいファイトはできなかったって思うから、うん、なんかそういうのは、まあ、悔しいしまだまだ全然やなっていうのは思ったんで。うんうん あ女の方でもねああいう大きい魚されてる方多いじゃないですかすごいなとは思いますけどめっちゃ頻繁にしたいなとはあんまり思わないはい。たまに年に12回はちょっとチャレンジしたいなっていう感じはありますけどあの時の、まあ、釣れた時の、まあ、感動とか悔しかったなっていう気持ちはちょっと残りますねしばらく。いい話ですよねもうこれ。 だって、これ変わるってよっぽどですよね。うん、腰が痛くて、<ー>なんか、多分、体勢も分かってなかったよね。どこに力を入れたらいいか,も分かる、ね。そうですね。そうですね。ん。んそんなに、ね、なん、簡単に釣れるものじゃないし。うん、あと、向き不向きあると思います。うん、ファイティング、あの、スタイルでね。はいうん、例えば。小さな魚、大きな魚で区別するんじゃなくても、もトラウトでも美味しいと思うんですよ。うん、大きなトラウトを入れても、マグロほど当然引かないですけど。うん あれ一本取ったら腕パンパンになりますからね。あ<ー>うん、大きいのには大きなラックル使いますし、うん、でそれを上手に扱える人で小さなのが難しい人もいてますしね。ありますよね。はい。だから魚によってふ向き不向きって結構あると思うんですよね。ありますね。じゃあ思い出の釣り場。思い出の釣り場。うん、私の中で、はい、本格的に釣りを頑張っていこうってやっていきたいって思ったのは、はいえー、向こう一。 お都線で自分がもうほんまに釣り好きなんやなって自覚したっていうか自分でその時車なくって電車で行って送迎してくれるから車乗しせてもらってタチウオを釣って帰り電車でタチウオを梅田のね地下を歩いたりしててでもう車買おうと思って釣りのために車買って何もかも向こう1に行くために揃えたから。 あのよっぽど釣り好きやったんですねクーラー埋めたコロコやっとったんですかそうですよ太刀を入れてでも向こう行ってなんかみんなも親近感湧くと思いますよそうですかねあそこほんの千のもいてますしそうですね何でもいてますよねタコもやりましたしもちろんサビキもやったしいろんな釣りしましたあそこででもメインは太刀魚かな秋の九月ぐらいのずっと通っててだいたい五番か六番 なるほど。はい、行ってましたね。そうなんですね。そうなんですよ。だから、まあ、そこが原点かなとは思ってます。ああ、でも、いい話ですね。向こう一っていうのはね、みんな行けますし。そうなんですよね。で、その時に、あの、タチウオの大会みたいなのが、産経スポーツの中であったんですけど。タチウオ甲子園だったかな、なんか忘れたけど、で、その中で、私もエントリーしたいってなって。 でエントリーして、はい、まあ全然ダメやったんですけど、はい、一応その,その時は女性でやエントリーしてるのが多分私だけやったたその日は<ー>でたまたまその時にあのサンスポの記者さんが来られててで声かけてくれはってであのそうやってあの新聞の記事に写真載せてほしいって言ってくれてうん、うん、それが私が人生で初めての,あの,言ったあの釣りの。 お仕事というかかメディアのの一番最初きっっけあたんですよその方は去年記者さん亡くなったんですけどその人がどん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 こう押してくれてで世界メディアでの仕事が広がっていってみたいな感じだったんでみんなからこう持ち上げられてうまいことねブレーンがね。よねそれが人生初のメディア仕事。 そうなんです。一番大好きは向こう一でね。次を楽しんでますね。好きですね。次がね。そうなんですよ。生まれもって釣りの好きな人ってやっぱりたくさんいらっしゃいますよ。こうやってね、普通に流行に乗って釣ってる人じゃないですもんね。もう釣りが好きで好きでですよね。そうなん一時間で迷うかって思いますよ。思います思います。もう釣り好きです。あの今現在そのハマってる釣りって何かあります？今はねああいう。 共釣りですか友釣りを去年から始めてきっかけは三重県からのおそうやって若い世代にもうちょっとあゆ釣りを広げていきましょうみたいな取り組みを三重県の内水面漁連さんがされててでもそこからフッチの方で YouTube 撮影編集やって楽しいこと。 あの動画を作ってほしいって、お願いしてもらったんですよ。はいはい、なったんですけど、もうどん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 こう、教えてもらってやるうちでハマっていって。はいうん、今ももう、<ー>あの、暇さえあれば行きたいと思ってるんですけど。ちょっとね、台風とかで今行けなくて。ねうん、まあ、ビューンって飛ばせます。いや、めっちゃ下手なんですよ。そうなんですか。そうなんですか。<laughs> もめっちゃ下手で。<ー>でも、もう、それは上手くなりたいなっていう気持ちも、どん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 出てきて。 一緒によく海釣り行く友達も一緒になってハマ、まはい、ってくれて、はいはい、5回連続あ,あいう釣りの夢見たとか<ー> <laughs> なるほどなんかね<ー>あの,他の釣りと違って、うん、もうずーっと1対1っていうか魚のことしか1日考えずに終わるじゃないですか。 でも船釣りとかってみんなでしゃべりもってやったりとかだらだらするのも楽しいけどもうああいう釣りってずっとああいうの動きだけに集中して一日が終わるからなんか脳が多分んれるんでしょうね。でもただ取り込みが下手で飛ばしてくれるやつあれかっこいいですよね決まったら。見てたらねしかも速いでしょ。とがやって。シュッと下げてね何もなかったよみたいな感じで肩にスッとかけてね。 調査ができるとカッコいいなと思って。ゴリゴリします。あれ見てたら。もっともっとだから同世代とか女の子とかでこうみんなで移りできるようなイベントしたいなって思います。なるほど。それもチームフッチでやったらどうですか。やりたい。ねできると思います。声かけて。一発なの違います？かな。でもまあ自分がまだまだそうやって人のことまでお世話できるまでのレベルじゃないから、もっとも自分がこうレベルアップしてから。なるほど。 みんなを回りながらね。そう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 やりたい。川に入ってるこの景色とかもすごい楽しめるし。暑いじゃないですか夏。ねえ、そうですよね。あれやっぱりあれですかズボンと使って涼しいもんですか。めっちゃ涼しいです。もう足首だけでも全然違いますよ。そうなんですね。アイブタイツ履いてね。は履かんくてもライトスタイルっていうのが今流行ってて、そうですよね。そう。そういうので、そう気軽にできるんや。 だけ入いいですよよね滑らんう結構漁協さんとかがレンタルとかやってるんでとかか高いいじゃなですそういうの全部例えば和歌山やったら漁協組合に入ってるところであれば全部レンタル船もそうやし引き船とかタモもそうやし竿も。手ぶらでだからその靴と服だけ。 やっってててきくれたらいう感じでこんな高い差をなんかもしおっちゃったらどうしたらいいんですかって言ったら「保険入ってるから全然大丈夫」そんなことできるんやったら全然だって船釣りに比べたらめっちゃ安いですよ一日遊んで大体2,000円か3,000円で年パス買っても1万とかそうなんですよお取り合いは大体一匹500円で3匹ぐらい持ってったらあと上手い人と行けばお取り合いも。 ただちょっとまあねアユ釣りって危険がねこうあのいっぱいで川、うん、は危ないし毎年何人か亡くなってるから、うん、それは本当に注意しないとあかんな水量って怖い。ですすよね。ね。まあ膝を越えたら持っていかれますもん 本当に流れが早い川とかやっぱダムの放流とかがあるとやっぱ全然変わってくるしあれ怖いですよね、うん、だからまあ本当に初めは上手な人と一緒に行ってここは危ないここは行けるっていうのをちょっと知っとかないとあかうんな、うん、そういうことでしょうね、うんうん、でもその危険と隣り合わせっていうのはやっぱりちゃんと大きな声私は言うとい本当にそうですよね。ぜひ頑張ってください、はいは <laughs> 魚を料理するにあたってこういうのがあればいいなっていうのをプロデュースしたものなんです、うん、皆さんが買ってくれてるおかげで私たちはいろんなとこに行けてる、うん、自分で撮って自分で全部編集してるんで、うん、すごいまあ休みになったらでも何すり行くって絶対になってしまうから、うん、よい